1階ヘアアクセサリーコーナーコンプレックスビズの黒岩です。今回は和装にも合う浴衣にぴったりのヘアアレンジをご紹介いたします。今回は長い方でも簡単にしやすいように一度ゴムで結んでいただきます。少し耳の近くで右か左のサイドに寄せて結んでいただきます。その時にちょっとトップの高さを引き出していただくとふんわりボリュームが出てまいります。そうしましたら結んだ毛先の方を今人気の三つ編みにしていきます。三つ編みが難しい方は2つに分けていただいてツイストしていただくだけでも結構です。このように下まで編み込んでいただいたら少し引き出してボリュームを出してから毛先を結んでいただきます。ベースにゴムを使うとほどけにくいので簡単にしていただけます。そうしましたらこちらの三つ編みの束をお団子にしてクリップで留めていきます。反対側は浴衣に合うちょっとフリンジのついたものをつけていただきます。そうしましたらこちらのベースのクリップを隠すようにグラスコームに間が伸びるタイプのものを飾りとしてつけていきます。串を同じ方向に入れてつけいただくと前から見た時に華やかに仕上げていただけます。いかがでしたか？売り場で実際にお試しもできますのでぜひお立ち寄りくださいませ。